朝にタンクのお湯の量が満タンになっていないのは、お任せ低温、お任せ高温に設定され、過去1週間のお湯の使用量が少なかった時、深夜時間帯に湯張りなど大量のお湯を使った時などが原因です。タンク設定がお任せ低温、お任せ高温の場合は、過去1週間の使用量に応じた湯量を学習し湧き上げます。そのため、お客様のお湯の使用量が少なかった時は満タンに湧き上げる必要がないと判断することがあります。異常ではありません。エコキューとは、深夜時間帯に湧き上げを行いお湯を作ります。この時間帯に湯張りなど大量にお湯を使用すると、翌朝タンクのお湯の量が満タンにならないことがあります。異常ではありません。